はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ここのところちょっと天気が続いているので、暖かくて気持ちがいい毎日です。でだんだん気温が上がってきて暖かくなってくると発酵がしやすい分中にねガスが溜まりやすくなってくるんですよね。ガス抜きいつのタイミングですればいいのかとか、あとはどこまでやればいいのかっていうのを結構疑問に思っていらっしゃる方多いんじゃないかなと思いますので、ちょっとねそのガス抜きのことについて解説してみたいなと思うんですが、でまずねなぜそのガス抜きをしますかっていうことなんですけれども、中にね空気が溜まっていくとそれがどん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 小さなものが塊になって大きくなったり、それが発酵していく間に、どん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 成長してね中が空洞になったりしやすいっていうのもありますし、グルテンがね強くなったり、あとはパンがねボリューム出やすくなったりするっていう効果があります。で全部のパンにするっていうわけではないので、どういうふうにね変えているかっていうのをちょっとお話ししたいと思うんですけれども、特にねしっかりとこのガス抜きをしたいパンは、柔らかい生地とか、あとはボリュームを出したい、時の生地にもう要所要所でガス抜きをしていきます。だんだんねこうハード系になっていけばなるほどガス抜きはしないパターンが多いですね。中の空洞をしっかり作った方がいいとか、カンパーニュとかフランスパンのように中にねポコポコっとこう穴が開いたような感じにしたい時にはできるだけ触らないように、成形の時も、こう優しく優しくやっていくので、まあ、ガス抜きは一切しないでそのままいくっていうのが多いですね。あとは、中に混ぜ込んだりするもので、ライ麦とか全粒粉が入ったようなものはあまりガス抜きしなくてもそんなにガスがたまらないといいますかね、あの大きな空洞になることが少ないので、しない場合が多いです。私がご紹介しているパンのね生地は混ぜ込みだけでこねないっていうのがほとんどなので、そういう場合にはガス抜きをすることで生地のこう弾力を強めたりとか、あとはグルテンを強くしたりとか、そういう効果があるので、何度かこういろんなところでねしっかりとガス抜きをしているっていう場合が多いです。あとはね生地の状況を見ながら水分量が多い時にはあまりガス抜きしませんし、何度も何度もガス抜きをしながら成形をしていくようなパンはその都度ねしっかりとガス抜きをしていくっていう風に変えています。でガス抜きをした後には必ずその後発酵っていう工程がセットになって、ガス抜きをすることで緊張をさせて、発酵することで生地を緩めて緊張と緩和みたいな感じで、それを繰り返していくことで生地の中のグルテンの網目がですねすごく密になっていって、それが発生したガスをね受け止める役目をして伸びていくわけですから、そのグルテンをどんどん強化することで生地がよく膨らむようになっていきます。でガス抜きがしっかりされると生地の中の大きな気泡が潰れますので、たくさんのね小さな気泡に分かれて、それがきめの細かい焼き上がりになっていきます。でガス抜きをしないでそのまま放っておくと生地の中にアルコールが充満してしまうんですよね。そうするとそのアルコールがイーストの活動しにくくしてしまうので、まあ、例えば過発酵みたいになった時に経験ある方はね分かると思うんですけれども、ブワーッと膨らんで中にこうアルコールが充満した状態ですよね。でそれが進みすぎると今度生地はねだらーっとこうアメーバーのように広がって、もうそれがね弾力のある形には戻れなくなってしまうんですよね。でそうなると焼いてもアルコールの匂いがしたり、あとは生地に弾力がなかったり、ちょっとね残念な仕上がりになってしまいます。よくね食パンの中に穴が開いてしまうとか、大きなパンを焼くときに中に空洞ができてしまうっていう方が時々いらっしゃいますけれども、まあ、それもね丸めの時のガス抜きとか、あとは綿棒で伸ばす時のガス抜きも生地の最後までしっかりとプチッと音がするまで出していただくっていうことで改善できますので、もしねそういう経験がある方はぜひ試していただきたいと思います。パン教室なんかで皆さんとお話ししていると、そのせっかく膨らんだのがもったいないっていう方が時々いらっしゃるんですけれども、そうではなくてそれをしっかり出すことで美味しいパンになる必要なね工程なんですよっていうようなお話をさせていただいてますけれども、その緊張と緩和を繰り返すことでグルテンが強くなって、そして伸びのいい柔らかいきめの細かいパンにするために、ガス抜きをしているというふうに覚えておいてください。
まあ、ガス抜きの時もね、意外とこう強くこう叩くっていう感じではなくて、優しく優しく出していただくのがいいと思います。強くね叩きつけたり、あとはこう手でギュッとこう強く握ったり、そんなことをするとグルテンの網目構造が壊れて、その後の発酵がねうまくいかないっていうこともありますので、なるべく生地を傷めずに、でも中のガスはしっかり抜くっていうのをね心がけていただくと美味しいパンになっていくと思います。まあ、どのパンも同じようにするかっていうとそうではないっていうふうにね最初に言いましたけれども、特にガス抜きをしっかりしていただきたいパンはバターがたくさん入るような生地のパンとか、あとは食パン系ですね。食パン系の生地はとにかく発酵に時間がかかりますし、3倍まで発酵させるためにはグルテンのね強い網目構造が必要になってくるので、それがガス抜きと次の発酵で緊張と緩和を繰り返すことで作られていきます。で次はねサクサクっとしたような食感の生地、まあ、大体バターが入っていることが多いと思いますが、バターとかの油脂が入っているものに関しては少しガスが溜まりやすいのでしっかり抜いていただくのがいいと思います。そして全粒粉とかフランスパン粉のようなハード系のパンを焼きたいときにはあまりガス抜きをしなくてもいいですが、一次発酵終わった後に1回するぐらいでいいのかなと思っています。でしなくてもいいかなと思っているのは、水分がとても多いようなフランスパンとかカンパーニュのようにしっかり固く焼きたいようなパンの時には、優しく生地をあまり触らないようにするっていうのが基本ですので、ガス抜きもほとんど必要ありません。でただ何日もかけて生地を成長させていくような時には時々ね生地を畳んだりしながら生地の中の大きなガスをしぼませるような作業は必要になってくるので、それはね臨機応変にやっていただきたいと思います。あんまりねボリュームが出ないパンでも、まあ、最初の一次発酵後は少しガス抜きが必要だと思いますけれども、その時もあまり強くせずに生地を伸ばしてこう畳むとかね、そういうような作業で中の空気を抜くことが目的なので、優しくねやっていただくのがいいと思います。まあ、結構ね細かく分割をしてそれぞれ丸めるようなパンの時には、最初に丸めたパンと一番最後に丸めるパンの間が時間がね空いてしまうと、最初のものがどん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 中にガスが溜まったりしやすいので、その辺はね、まあ、もう一度最後に丸め直すとか軽く丸め直すみたいな感じで中の溜まり具合をね均一にしていただくのがいいと思います。特にジキリパンみたいなねああいうパンの時には大きさが変わってしまうので、全部丸め終わった時にまた型に入れる前に丸め直して入れるっていう風にしていただくといいんじゃないかなと思います。冬場はね意外とガス溜まりにくかったりするんですけれども、これからどんどん暖かくなってくると発酵が進むっていうことは中にね空気が溜まりやすくなってきますので、そこの辺を注意していただくと仕上がりがとても美しいパンになっていくと思いますので、ぜひぜひやっていただきたいと思います。はい、ということで最後までお聞きくださいましてありがとうございました。皆さんにとって楽しい一日であることをお祈りしています。さようなら。